どうも、龍神チャンネルのみやちゃんです。今回もグローブの動画をお届けしていきたいと思います。今回はですね、強敵が、再び現れました、まあ。とりあえず見てもらいましょう。はい、こちらのグローブです。こちらはですね、ローリングスの、左投げ用の、ピッチャー用のグローブですね。こちらはですね、僕の奥さんの妹さんの旦那さんが、高校生の時から、大学生の時にかけて、使っていたピッチャー用兼外野用のグローブとして使っていたものだそうです。で、このグローブいつの頃のグローブかっていうふうなことを伺ったんですけども、高校1年生頃に買ったグローブだったので、おそらく30年以上前じゃないかと、いうことでですね、相当な、年代ものになっております。ローリングスのロゴを見ていただければ、どれぐらい前のものかっていうのを分かっていただけるんじゃないかなと、思うんですけども、このグローブですね、すんごい状態なんですよ。破れこそないものの、まあ、とりあえず握れはするんですよ。まあ、ピッチャー用だったってこともあって、まあ、左ピッチャー独特の、まあ、こういう握りつぶす形ありますよね。ちょっと見づらいかもしれないんですけど、ポケットもしっかりある状態で、おせんべい状態に、ね、なっております。ちょっとこの動画を撮るために、準備段階として、まずちょっと裏側に、とにかくオイルを入れまくって、指の、この指袋っていうんですけども、この中の指が入る部分ありますよね。ここを広げたいときに、僕はオイルをとにかく塗ったくって、こういうね、硬い棒でいいので、こういうのをですね、皮を傷つけないように、こういうふうに入れてですね、はい、こんな感じで入れて、数時間置いてですね、皮をじんわり柔らかく、その指袋を広げるっていうようなことを、裏技として使ってるんですけども、もうそれをして、なんとか指が入るような、無事に入るような状態です。はい。で、今回はですね、このグローブを、まあ、できる限り、復活させるというような、動画になっております。で、今回やろうと思っている内容としては、気軽な気持ちで水にジャブッとつけると、おそらくヘリ革、裏革、すべていっちゃいますんで、今回は、水につけるクリーニングは行いません。まず、全部紐を、切ってですね、紐を交換します。紐を交換する前に、まずこれグリスを入れ直さなきゃなんないので、グリスを入れて、まあ中もおそらく当時のね、砂とか泥とかが入ってると思うんで、そういったものも、できる限り取り除いて、皮をできる限り綺麗にして、できる限り綺麗にした後に、紐を全部組み替えて、お手入れをして、とにかくもうカッサカサの状態なので、で、まあ、グローブの色自体も、まあこういったチョコレートブラウン系っていう風なことをおっしゃってたので、まあなるべくその泥汚れに見えるチョコレートブラウンじゃなくて、グローブの皮の色のチョコレートブラウンをどこまで復活させられるかっていうのをちょっとやってみたいと思いますんで、このリアルタイムでやると、とてつもなく時間がかかるという覚悟を胸にやんなきゃならないので、撮影自体はちょっと何回かに分けて、部分部分でやっていきたいと思っています。飽きずにですね、ちょっとこのグローブの行く末を、結末を見ていただければと思いますんで、ぜひ参考にしてみたらいかがでしょうか。それでは早速やっていきます。では早速なんですが、グラブレースをすべて切ります。切るところはそんなに芸がないので、早送りにして、もしかしたら端折っていくかもしれないです。とりあえず、グラブレースはすべて、切り終わりました。でも19面のダメージはそんなにないですね。さあ、中は、さすがに中、グリスはもうないですね。はい、残ってたグリスはこれだけでした。ちょっとグリスはやはり補充が必要ですね。まずちょっと砂を掘ろうか。うわ、すごい。うわぁ、小指側の砂がすごい。では、ここからは可能な限りですね、このグローブの汚れを落としつつ、オイルをとにかく入れまくってですね、本来の輝きにしていきたいと思います。はい、汚れ落としにこちらの、水のプロのクレンジングローションを使っていきます。汚れじゃないこれ。若干汚れてはいますけども、汚れじゃないですねこれ。多分皮本来の色なんだなこれ。ちょっとなんかもう保湿メインになりますねこれ。とにかくちょっとグローブに潤いを与えてあげて、
きます。ちょっとこっちの、コーシーズの革の職人も一緒に使っていきます。ひとまず第1回目なのかな、ちょっとオイルを入れ終わりました。比較的この19面がそんなにやはりダメージがなくて、皮もね比較的、しなやかなままなので、思ったよりもだいぶいい感じですね。ただまあ一つ気になるのが、ちょっとこの背面がだいぶ、皮の劣化が進んでてですね、オイルがちょっと染み込んでいかない状態になっておりますんで、あと結構まだ砂がいっぱい出てくるんで、これ終わった後以降にちょっと砂とかをバーッと掘ってですね、次の段階に行きたいと思います。では、2日目になります。一晩経ちまして、はい、まずこちらウェブですね。ウェブだいぶ色が落ち着いたと思います。オイルが馴染んでちょっとしなやかな感じになりましたね。でウェブは幸い破れてるところもないので、まあ、このまま使えるかなと思います。本体の方なんですけども、本体の方がこの中かなりですね、何年何十年っていう月日が経って砂が多分まだちょっと出てくるような気がするんで、もうちょっと後で掘ろうんですけども、ちょっと最初は小指が、入れた後にこう曲げると小指が激痛が走って死にそうになってたんですけども、ではこれが何をするかというと、昨日抜いた芯材を元に戻してあげて、グリスがねとにかくすっからかんなのでグリスを入れて、その次にレースをこう組んでいこうかなと思いますんで、グリスを入れて、裏側と表側を接着した段階でまた一晩置こうかなと思いますんで、そこまでやっていきたいと思います。だいぶ長くなってしまうので後編に続きたいと思います。チャンネル登録お願いいたします。